伺いたいことがあるんですけど。何？折原伊佐弥のあの男が本当に嫌がること、何か知っていたら教えてください。どうして？できるだけ苦しめたいからです。それはなんていうか、嫉妬とかそういう類の感情かい？違います。